人間の指ってギター弾くために作ってないので、こうこれが普通なんですよ、これが基本じゃないので。なのでこうやった時に指を上げるとこうやって戻ろうとするわけ。そうです。でここでキュッてなったらもう終わりなの、はい、で僕はまっすぐ上げてるわけね。あ、普通の人はさこっちに上がる、あ、はい、こういうふうにここです。僕の理論は8フレットあたりから13フレットあたり、はい、フレットが小さくなると、ミッドが上がると思うんですね。あ、ということは普通のピッキングしてたらそこで音量が大きくなるわけ。